先生が考えるデイケアを利用した後のの経過がが良いいい人人悪特徴があれば教えてくださいデイケアというのはやっぱりそのそれなりの小規模であっても集団なのでやっぱりいろいろトラブルが起こるんですよね実際にはそのデイケアのような集団で起こる出来事というのは、まあ、現実社会のこうなんか縮図というか人間関係ごっこなんですけど人間関係ごっこなのにですねあたかもう本当のもう現実は、ね 相手の、えっと、人間そのものに興味を持つというのは、正直僕も難しいです。どちらかというと、相手にひっついているおまけ。 支える側として、これをした方がいいとか、これはしない方がいいとか何かありますか話を聞いてあげることしかできません。メンタル疾患を持ってらっしゃる方のしんどさというのは、一面ちょっとこう再現がないっていう面があるので、全部に答えようというふうに気合い込みすぎるとつつかなくなるので、まあなんていうのか、ごめん、これ以上はちょっと私今の。 発達障害っぽいところがいくつかあったので主治医に発達障害の検査をしてほしいと伝えたら断られたんですけれど先生たちからしたら発達障害の検査は面倒くさいことなんでしょうか別に面倒くさくはないですけれどねまずそもそも問いかけなければいけないことは発達障害の検査というものは あの別にないです。発達障害を診断できる検査は別にありません。アンケートみたいな検査がありますね。アンケートみたいな検査。 あなたは自分のことを発達障害っぽいと思いますかこれが発達障害の特徴なんですけど、あなたは自分で発達障害っぽいというところに当てはまってますかってアンケートみたいな検査があるのと、もう一つは知的能力のばらつきを見るような検査ですね。知能検査って言いますけど、そういうものは存在してますね。なので、自分自身のことを自分で発達障害っぽいと思ってるかどうかっていうのは調べることはできます。知的能力のばらつきがあると、 発達障害らしさの一つの要素であることはあるんですけど、なんぼばらついてても、いくらばらついてても、発達障害的な特性が、 ない人はいくらでもいますし、大してばらつきが目立たなくても、発達障害っぽいよねっていう方おられるわけですよ。発達障害の検査そのものっていうのが別にあるわけではないんです。発達障害の診断って何によってするのかというと、歴史を聞くことです。病歴っていうんですけどね。その方が生まれてからこれまでに、どんなことが得意だって、どんなことが苦手だって、どんなことで困って、どんなことでは成果を上げて、周りからどんな風に見られていて、自分自身は何によってしんどい目にあったのかっていう風に ふうなことを、まあ、ストーリーとして繋げていって、そのストーリーの中に、発達障害には診断基準があるんですよね。自閉スペクトラムにしても、え注意欠如多動症、ADHD にしてもね。そういう発達障害の特徴が、人生の中でたくさんあったかどうかっていうことをチェックしていくことによって、最終的に発達障害と言っていいかどうかの診断がつくわけですよ。なので、発達障害の検査があるというわけではないんだということは、まあ、ぜひ知っておかれた方が良いとは思います。 その上で一般的に言われてるは、 発つの検査と言われている今言ったようなアンケート検査と知的な能力を見る検査知能検査という風なものがめんどくさいかというとやるのはめんどくさいですよやる人にとってはねお医者さんが自分で知能検査ウェイスっていうやつをしようとしたら2時間かかりますからやれないですそんなもんはね <laughs> なんですけど自分でやってる医者って多分いないと思うんで心理士さんにお願いすると思うんですよねでひょっとしたら心理士さんがいないというところなんだったらできないのかもしれませんけどね発達障害の検査ができますかっていう 質問は一つの形としてありだと思うんですけど、僕って私って発達障害っぽいところって先生あると思いますかって聞いてみられる方がいいんじゃないでしょうかね。多分、ご自身だけの話を聞いてても、本当の意味で正しい診断はできないです、賛成。 子供の頃の状態というのを客観的に見てくれる人というのが必要なので、基本的には親御さんだったり、養育者だったりっていうふうな立場にあった方からの情報を聞き取らないと、小さい時からどうだったかっていうことって客観的に確認することが難しいんですよね。本当は、あの、親御さんから、ま、あるいはね、友達とかから、 情報を聞かないと、ちっちゃい時からの友達ですよ。そういう方から情報を聞かないとわからないですね。現状でそれっぽいところがあるかどうかっていうのは、診察の中でも、まあ、教えてもらえるかもしれないので、そのあたりはちょっとね、どう思いますかっていう形に質問を変えてみた方が良いかなっていう気がしますね。はい、ありがとうございます。見和彦の動画。発達障害、主に ASD 特性が強くあり、 特性への対処法を身につけるため、デイケアへの通院を決めましたと、うん。先生が考えるデイケアを利用した後の経過が良い人、悪い人の特徴があれば教えてください。その2、発達障害の特性なのか、相手に対して興味を持つことが苦手です。すでに出されている動画で先生にも発達特性があると見ましたが、どうやって相手に興味を持つようにされていますかなるほど ほどねまず質問一つ目からいきましょうかデイケアにまあ、うちもデイケアやってるんですけど評価が良い人悪い人の特徴があるスタッフにきちんと相談できるかどうかっていうのがやっぱり結構大きなところかなとは思うんですあのデイケアというのはやっぱりそのそれなりの小規模であっても集団なのでやっぱりいろいろこうトラブルが起こるんですよね実際にはそのデイケアのような集団で起こる出来事というのはまあ、現実社会のこうなんか縮図というか人間 人間関係ごっこなんですけど、人間関係ごっこなのにですね、あたかも本当のもう現実の人間関係のようなことが起こってトラブルになるっていうのがよくありましてですね、実はそのこと自体が治療とか介入とか支援の対象になるんですけど、そこがこうしっかりとご相談していただけなかったりとか、 治療の場であって、そこで起こった出来事自体が治療の対象になり得るんだというふうに思えずに、誰か気に入らない人がいるというふうなことがあったときに、気に入らないのであの人を排除してくださいとかっていうふうなことがデイケアの中で起こったと、そういう、まあそういうふうに思ってしまったとすると、あ、あの人を排除してくださいっていうのは現実の社会でやってる、まあ一つの、まあなんていうのかあまりうまくない対処行動なわけですよ。むしろ排除したいというふうに思って、 ていること自体を治療の対象として排除する以外の方法がないのかどうかということをデイケアのスタッフとか主治医と相談していくということ自体が治療的になると思いますつまりデイケアで起こった出来事を治療として役立てすることができそれをスタッフとか主治医にきちんと頼りながら解決していけるかどうかっていうことがまあ、結局長くデイケアを続けていくときに経過が良いか良くないかっていうことを分ける方が結構多いかなという印象ですね はい、ありがとうございます。二つ目行きましょう。発達障害特性で、相手に対して興味を持つことができない。はい、私も実はそうです。相手に対して興味を持つことができないという場合にですね、相手の、えっと、人間そのものに興味を持つというのは、正直僕も難しいです。どちらかというと、相手にひっついているおまけみたいなものに興味を持つというふうに心がけていることが多くて、例えば、 相手が興味を持っているようなアニメとかゲームとかスポーツとか、相手のお話とかですね、相手の歴史とかですね、その相手の付属物ですね、そこに興味を持つというふうなことができると、意思的に相手に対して興味を持てたりとか、持てなくても、何ていうのか、相手に興味を持っているように勝手にですね、 相手が思い込んでくれたりとかすることがあるので、ASD ってそういうものです。相手という人間とか人格とかそういった目に見えないものの方に興味を持つのはなかなか難しいので、なるべく目に見えやすくなった相手の付属物ですね。それに興味を持つということができるといいかなと思いますね。僕はやっぱりだからそのアニメとかゲームとかあの映画とかあのそういうものを介しながら日的に相手に興味を持つということをあの心がけていることが多いです。はい、ありがとうございます。厚木まさひこの動画。 付き合いしている方から双極性障害、発達障害、うつよ、パニック障害対人恐怖などがあると言ってきてくれましたその病気と,とともにこれからも一緒に生きていこうと思っています支える側としてこれをした方がいいとかこれはしない方がいいとか何かありますか話を聞いてあげることしかできません力になりたいですとなるほどね話を聞いてあげるだけでいいんじゃないですかねまず 大事なことがあるとしたら、大工さん自身が相談できる相手を持っておくっていうことですね。やっぱり双極性障害やパニック障害があったりとかいう方の場合、その方ご自身が不安定になることがあるので、一人だけで彼のことを支えるという考え方というのは、煮詰まることも多いですし、友入れすることも多いと思うので、 自分自身が相談できる相手を持っておく、自分自身が泣きつけるようにしておくっていうことは結構大事かなと思います。支えるというのはまあ大事といえば大事なんですけど、話を聞くというのも、自分自身はこれ以上はちょっと聞くのは無理だよっていうラインをちゃんと引けるっていうのも大事かなと思いますね。やっぱりそのメンタル疾患を持っていらっしゃる方のしんどさというのは、一面ちょっとこう再現がないっていう面があるので、全部に答え よというふうに気合い込みすぎるとつつかなくなるのでまあ何て言うのかごめんこれ以上はちょっと私今のコンディションでは無理だわっていうふうに言えるっていうことも結構大事かなっていうふうに思いますね。私のコンディション的にはちょっとこれ以上は付き合うのは厳しいので少し休ませてねって言える関係になっておくまあこれ結構大事なとね。はいありがとうございます。